安倍政権がです、ね、あのつい最近、えー、この安保法案を衆議院で可決しました、えーまあ、非常にこう急なああ議決というふうに国民の大半は思ったと思います、えー、まず第一に国民の過半数が安保法案に反対しているもしくは疑問があるという状態でありましたし えーまあ、あもちろん審議日数は100日を超えたというのは物理的なことはありますけれども、それから採決が自民党単独ではないということもありますけれども、漢字としてはちょっと強引に可決したなと、まあ、いうことになるわけですね、でまあ、これは非常にあの比較的右寄りの考えの人とか、産業界の偉い人なんかも非常に危機感を抱いていると、まあ、そういうような状態なんですが。 えまあ噴撃している人も多いわけですが、この噴撃していることはまあともかくとしまして、ですねえなぜ安倍政権が安保法案を強硬に採決したのかということについて、ちょっとこれはあの原発の再開にやや似てるんですね、民主党が行った原発の再開に少し似てるんですけれども、なぜこういうことが次々と行われるのかということを、ですね何のために、その、 えー、この世論調査をしているのかというような感じもいたしますでこの理由は政治とメディアと国民の3つに求められると私は思うんですねだからちょっと考えてみたいと、えー、意見は意見としてちょっと考えてみたいと思うんですね第一にここではまず政治を取り上げるわけですがこの政治で2つあると思うんですねあの1つ根本的なのは現在の選挙が選挙の形を成していないっていうところにありますがこれはちょっと難しいので後に回しまして 第二に第一野党が最大野党が民主党であるというこの民主党というのは政策とか信念のない、まあ、口先政党なのでこれでまあ事態がさらにこじれたと、まあ、いうことですね実はあの集団的自衛権というのは民主党の基本政策の一つでありまして2005年にはまあ民主党の主要政策に入っておりました従って集団的自衛権がいるという話は民主党も自民党も同じであります さらに民主党の政権時代、ですね。えー、民主党の幹部、私の記憶では野田元首相とか、それからいろいろ上部の人はかなりそうでしたけど、も、憲法を改正,改正せずに集団的自衛権を持とうという解釈改憲と言っているわけですが、これに今賛成をしておりましたから、現在の自民党の提案とほとんど同じなんですね。 そういうことがあって、今度の国会では民主党は正面からは反対せずにえ範囲を言ってましたね、集団的自衛権が日本近海に限るか、それとも地球規模にするかというだけを問題にしておりまして、安倍政権が進める集団的自衛権に反対ということを言っておりましたこの集団的自衛権に反対と言っているんじゃなくて、安倍政権が進めるっていうそういう枕言葉がついておったのは これまでの民主党の政策及び言っていることとの整合性で言っているわけですね一方、あの日本社会といいますと国民が集団的自衛権に反対しているのはどちらかというと日本近海に限ればいいとか言うんではなくて主としてアメリカの戦争に日本が参加するということに関するまあ拒否感ですね例えばあの日本近海でも、まあ、日本近海というのはどの程度のことを言うか分かりませんがフィリピンは日本近海だとしますね フィリピンの横は日本のタンカーが通るシーレーンの南シナ海がありますから、それでフィリピンと日本は共同に作戦なんかしてますからね、もともとフィリピンと日本で共同紹介なんかをしてますから、その意味ではまあすでに集団的自衛権を発揮していると言え言えるんですけれども、フィリピンに問題があって、例えば南シナ海の問題で中国とぶつかる、フィリピンの同盟国がのアメリカが参戦する。 したら日本が参戦するというわけですから、まあ、民主党もですね、えー、民主党の日本近海に限ると言ってもやっぱり日本がアメリカの戦争に巻き込まれる可能性ってのあるわけですねで、まあ、あの民主党は口先政権なんですがあ口先政党なんですけどもせめて、まあ、あのこの前の政権を取った時の公約違反の責任を感じまして 今回については、ですね集団的自衛権や解釈改憲、つまり憲法違反を承知で防衛を進めるということには賛成だけども、も集団的自衛権を適用する範囲が違うんだというふうに正々堂々と言えば、ですねまだ議論はまともになってきたと思うんですね、もちろん共産党はこのところ躍進してますけれども、憲法これはもう完全な口先政党で、憲法を守ると言いながら1条から8条までの天皇制には反対していると。 それから中共の、まあ、中国ですね中国の軍事的侵略については異議を唱えないというわけですからダメですし、維新もぶれますし、みんなの党も回答してしまってですね今、野党がほとんどないような状態なわけですね、ですからまあ今度は民主党がちゃんと対案を出して頑張らなきゃいけなかったんですが、それをやらなかったわけです、でまあ、これはこれで民主党いくら非難してもしょうがないという面もあるので早くまあなくしてしまうしかないんですが。 第一の理由、つまり選挙の問題ですね、私はあのこのブログでもたびたび書きましたように、現在の小選挙区制が続く限り、まあ、政治の混乱はもう続くと思いますね。というのは、えー、本来、日本国憲法、これも憲法論で言えば、ですね、まあ、もちろんそう言わなくても選挙というのは人を選ぶんであって党を選ぶわけじゃないわけですね。党しかし、現在の小選挙区制ではほとんど党しか選べないわけで、 まあ言ってみれば憲法違反の状態にありますこの前、どなたかテレニュース解説かなんかで国会議員とは10名ほどでいいんじゃないですかと言ってましたね、あこれは虎ノ門ニュースだと思いますが、えー、それはまそんなことはおかしいじゃないですかって言うけど、だから党が決めるんだったら、それ党,党の党規に違反するんだったら除名するっていうんだったらもう党を選べばいいわけですよね。 だから信念を持って行動する政治家がどんどん減って、ですね、党利、党略だけの人がまあ残るわけですね、つまり小選挙区というのは党の覚えが良くなきゃいけませんから、党をうまく泳ぐ人じゃなくちゃだめなわけですね、ですから、どん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 、党利、党略だけの人、まあ、私がいつも言っているのは細野さんに悪いんですけど、民主党の細野現象と言っているんですけども、もう何の信念を持っているかよくわからないんですよ。 あのその何回聞いてもこの人が本当にどう思っているかわからない、もちろん野田元首相もそうでしたね、えー、これらの人は普通のこう一般の人よりも自分の言ったことに責任を持たないという政治家ばかりが民主党にいて、今度もそれが出たわけですね、まあ、今のところあのその民主党というのは政権を取ったときにもひどいことになったので、その後、若干は反省しておりまして、 えー、ほとんど海江田党首のときには重要問題は TPP なんかも含めて全部ペンディングなんですよ、つまり自分たちがある政策を出せば、もちろん賛成の人と反対の人がいるわけですね、その反対の人を怖がって出さないということですから、本当にダメなんです、今度もなんか民主党の女性の議員が出て、ものすごくスタンドプレーをしてましたけれども、やっぱりあの人も僕は不誠実だと思いますね。だって、えー、彼女は、えーえーっと 民主党が集団的自衛権を解釈会見でやるってことに賛成してるということは言わないんですよ、なんだか、えー、集団的自衛権の発揮自身が憲法違反だから民主党は反対だってことを言ってるわけですけれども、えー、どうもちょっとおかしいと思いますね、まあ、その点ではちょっと時間がかかりますけれども、まずは選挙区制度を変えて、一件一句ぐらいにして、ですね、そしてあの我々が20人ぐらいの候補者の中から、まあ、限度はありますから、 一軒一句ぐらいにして多数の校舎の中からこれはと思う人を選ぶことができるようにしなきゃいけないとそうしますと一人一人の人はまあこれは民主主義ですから国民の多くがですね、この人はと思って選んだんならその人たちが決めてもしょうがないんですねそうしましたら国会で強行採決が行われるのも含めて国民の責任なんですけども今は小選挙区ですから民主党がいなくなったらもう自民党の ぺこぺこしてる人に入れざるを得ないんですよ、困ったことに。で、その自民党が多数を取ってるからあ強行採決してもいいんだと、多数決の社会だから、いや、民主主義は多数決でいいんですけども、多数決でいいという限りはですね、これはいいと言うんだから、やっぱり選ばれた人が選ばれる条件に達してなければいけないということですね。ですから 国民がこれぞと思う人を自分の代議士、自分の代わりとして国会に送ると、ちゃんと書いてあるわけですから、それがあの党に一人とかあ、小さい地方ではもうほとんど自民党となんかもう一つの党しかなくてっていうような状態がほとんどですからね、こういうふうにこう当選、議員が金がかからないようにとか選挙運動しやすいようにつってど、んど,んど,んどんどん選挙区を小さくした、それで国民の権利を奪っているわけですから。 これがこの今度のこの強行採決の根本的な理由だと思うんですね、つまりいい人が少ないっていことです、しっかりした人が少ない、しっかりした人がいたらですねもうちょっときちんと議論しようとか、民主党でもですねしっかりした人が選ばれていれば、私たちも集団的自衛権賛成なんだから、国民がこれだけ反対してるってことはもう一回やり直そうじゃないかという,ふうに自民党に申し入れるとか、ですね秘密保護法もこれ、民主党の提案によるもんですから。 だからこういうような通り党略だけを考えて出世だけを考えてやる代議士を我々がば選ばざるを得ないという選挙制度これはやっぱりこの今度の問題の根底にあると私は思っています。